よっしゃ。ああ、よっしゃよっしゃ。今日やばいの買ってきちゃったよ。よだれでが出る。今日は強烈な寿司買ってきました。なんかこれ半額で、すげえ高いのが半額で、うわやべえと思ってもう即買いしちゃったよこれ。いつもこの半分ぐらいなんだけど、すげえ寿司買ってきちゃったくよ。で、なんかいろいろ買っちゃおうかなと思って、とりあえず卵あと、わけわかんないかなって、もうこんないっぱいお寿司買ったことないからわかんないからさ、まあ、こんぐらいだったら食えるんじゃないのかなと思って、あとね、マカロニサラダも買ったんだけど、食えるかどうかわからないから一応まあこんぐらいにしといてね。月曜日だからパーティーっていうことでね、乗り越えたパーティーで、じゃあマルエフビールでいきたいと思います。よいしょ。マルエフビールはな、次の下手なんだよな、いつも。よし、これうわ行こうかな。俺いくらだから、ね、これ小さいから食えるな多分。でもいきます。うん、いただきます。今日も頑張った。もう頑張った、走った。走ったからうめえ。はあ、うめえ。よいしょ。じゃあ今日寿司の時はみんなご存知の通り、麦焼酎でいきます。いきっこちゃんも残ってるね。どっち行こうかな。こっちで行こう。よし。よし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 。よし。一個ずつ食っていこうか。これはアナゴかな？うなぎかな？アナゴだね。何もついてないような気がするんだけど、タレが。うん。卵、あ、違う、貝だこれ。うん、これ800円、200円で1000円、これ、うん、うん、まあ、例えばまた面白いコメント来てましたが、あの僕が白米を大盛りで食ってる朝、あれみんな謎かもしんないんだけど、ランナーさんなら分かってくれると思うんだけど、食わないで走る人もいるし、食って走る人もいるんだけど、俺はね食って走るタイプなんですよ。食わないで走、あの食わないで走れないから、食って走るタイプなので、走る時しか食ってないの、週末しか。毎日取りたいんだけど10キロぐらいじゃあんなもん消費できないから。でだいたいね、朝食うのはロング、そうやるときは 1.5 合から 1.7 合ぐらいかな、食ってるんですよ。それでどのくらいの距離まであの白米とおかずで全消費していけるかっていう実験をしてて、だから、あ、今日20キロでお腹空いたとか、
冬だと30キロまで行けたとか感覚で体で実験してるんですよあれは。うん、謎かな、ただの大食い野郎、まあ、大食い野郎を予想ってお前残してんじゃねえのみたいな勘繰りの目があるかもしれないんですけど、それ全然違くて、そう食わないと走れないから。うん、平日は食ってないでしょ。絶対そのコメント来るなと思ってたそのうち。で昔からの視聴者さんは結構こいつマジで朝は食うなって思う方が多いのかもしれないですけど、僕は大会の、ま、大会当日の動画でも出してるからね、爆食いは。爆食いっていうかあの白米動画はあの100キロの朝に食ってってるからあれ。うん、計算するんですよあれ。計算するんだけど、あの白米を大盛りで食って大体1時間後に払いたくなるのよ。1時間後にトイレ行きたくなるのよ。だから逆算して早めにあれを食って1時間後払いたくなってちゃんとトイレに行ってレースに出る。そうするとレース中も払いたくならないし、なるべくその計算をうまくしてるので、その腹持ちのまま大会出るとだいたい 2,30 キロはあの米の量でいけるな。したら30キロでなんだなんかほらジェルとか羊羹とか持ってれば、そっからのこう計算していくのよ俺、だんだんと。うん、これウルトラランナーさんじゃないと分かんないことなんだけど、その補給のタイミングっていうか、どこで補給すれば一番体の中でそのエネルギーになってくれてパワーになるかっていうところがすごく難しいのよ。適当にやってると全然うまくいかないから。僕の場合はだから 1.5 号から1.7 号食べて、夏なら20キロ、冬なら30キロまで行って、そこでまた補給して10キロ10キロとかいっていう計算でロング走を走っていくタイプなので、初めはガツッとこうバッて3、40キロ行きたいから。よいしょ、で減量期間になると僕は、ま、食事がガラッと変わってくるので、うん、あれ俺減量期間もあれ白米食ってたっけな、走るときは食ってる気がするんだよな、他のときは食ってないけど、でも 4,5 キロ落ちるんで、うん、ちゃんと計算してるんですよ。普通のね、なんかそういうね、たくさん食う人と違うから俺、スポーツをしてる人だから、そう走るために食べてるから、こいつ食ってねえんじゃねえとか言って、 食わねえと走れねえだろっていうの、ほんとどうすんだっちゅうの。うん、うまっ。なんだろう、普通の一般の人は朝食べて昼何もしないでお腹が空いて食べて、夜もまあ運動しないでもお腹が空くから食べるっていう感じじゃん。俺さ朝約10キロ走るでしょ、もうそれでお腹空くじゃん。で仕事もしてお腹空くじゃん。で帰りも走るじゃん、また朝走るじゃん、週末も走ってるじゃん、たくさん。もうずっと体動かしてるのよ。もうずっと体動かしてて、もうずっと燃焼し続けてるから、やばいのよ、本当に。尋常じゃないぐらい。本当に。うん。だから、食わなきゃダメなんですよ。
食わないとやられるみたいな死んじゃうよ俺みたいな、本当にこんな運動して、うん、やばいからマジで本当に。昼間のメンチカツやめられねえんだよな、ほんと。ご飯もね抑えてるの。俺調子こいてるとご飯のおにぎり大きくなってちゃうんだよ。炊くときに2合になってっちゃうんだんだん。2合以上いかないんだけど、2合はやばいじゃん。ブーデーになるから俺速攻にブーデーになっちゃうから抑えて1.56 合にしてるの。抑えてんだよね、それでも調子こいてると2合にしちゃうからね、俺こんだけ腹減ってるから。でもさ、2合食った時に腹がさ、もうさなんか出て、なんか 出てた、なんかぽっちゃりさになってるからさ、食いすぎかなと思ってさ、うん、最近あんまし走ってないしさ、あんまし走ってないっていうのは、その1日20キロじゃないか、1日16キロだから15、6キロだからちょっと少ないじゃん。やっぱ20キロ、25キロだったら1日2合食ってもいいからあるもんだけど、うん、ちょっと少ないからね。少ないのかな、少ないのかな、わかんないね、もう俺自分でわかんないよ、うん。これ縁側だな。うん、犬が元気なのが一番嬉しい俺。犬と恋人が元気なのが一番嬉しい。こう犬と恋人が元気なのが一番嬉しくない？男の中年男性にとって元気ないと寂しくなるじゃん。俺が元気だからさ、ずっとさこんな飯もりもり食ってさ、ガンガン走ってさ、それしかないんだけど、やっぱ愛しき人が元気なのが一番嬉しいよね、本当に。最後やっぱ縁側かな、俺は。うん、なんかね、月曜日にはこういう晴れの食事をしたくなるんだよね。月曜日って今日火曜日なんだけど、連休明けだから不思議だよ。うー、明日も朝走るよ。朝そこ来てさ、朝起きるとね、呆然とするんだよ、なんか。ああ、朝だって。いつも言ってたけど、まあ、朝また走るのかよって。昨日の夜走ったばっかりなのに、まだ走るのかよみたいなのがあるんだけど、走っちゃうんだよね。何なんだろうね。美味しかった寿司。さすが。高い寿司だったから今日俺なりには美味しかった、ちょうどいい。平日は俺何回も考えてんだけど、朝ねみんなさ俺の白米食っている姿好きそうだから毎日食おうかなと思うんだけど、朝起きて食えないと思うんだよ。さす
がにね、4時に食えないんだ、あれご飯食えないんだよ。あれね、ロングショーするときってちょっとね、1時間ぐらい遅いんだよ、起きる時間、起きる時間というか動きが、いつもよりかちょっとのんびりしてるというか、いつもはさ、ほんと早いから3時間4時に起きて、4時45分に家で出るから、その間のご飯を食べるとなるともう忙しくって、で二日酔いでしさ、辛いのよ俺、食いたいんだけどさ、ほんと食うの好きなんだけどさ。ということで皆さん、美味しいお寿司でした。割引なんかいいお寿司で気分良くなりました。ということで、また明日も朝早朝起きて走って仕事して、また明日ビール飲みよう。ということで、またね、じゃん。